皆さんこんにちは、ミキです。今日は私が紹介したベスコスだらけのメイクをご紹介していきたいと思いまーす。ちょっと前に出した今年のベスコスの動画があったと思うんですけれども、そこで紹介したアイテム。 をほとんど使ってあとはその動画に入れ忘れてしまったアイテムも使っているしちょっとねファンデーションなんかは去年のベスコスになるんですけれどもまあそんな感じであの全体的にねベスコスをふんだんに使って仕上げていますのでぜひあのベスコスご覧になっていただいた方も改めて見てもらえたら嬉しいなと思います全体的にちょっとピンクっぽいようなコーラルっぽいような色味になっているかなと思いますまあ、どれもすごくね 優秀なアイテムなので一つずつ、えー、それもねちょっと説明しながらやっていきますのでぜひ最後までご覧になっていってくださいそれではどうぞはいではメイクしていきますはいまずはシンピエーテのファンデーション使っていきますこれは今年のベスコスでは紹介してないんですけれども去年のベスコスで紹介してでほんと優秀で今もねずっと使ってるアイテムなので一応ベスコスのメイクっていうことでこれを使っていきますはーい 相変わらずファンデーションは、えー、このシンピルティか、あと資生堂のファンデーションですね、を行ったり来たりしながら毎日使ってまーす。前にできた、なんかここのね、あの、大きいニキビみたいなのがスこリになっちゃって、しかも赤みが残っちゃって、ほんとこれがね、全然治んないので、なんか資生堂のファンデーションだとちょっとね、あの、この赤みを消すのにカバー力が足りないなと思っていて、 なので、最近は、テ勢ドよりはちょっとカバー力が高い、えー、こっちのシンピルテのものを使うことが多いですこの間しかま揚げ物してた時に、油がめっちゃ跳ねて、結構最近までね、顔に、 焼けの跡があったんですけど、まあそんなに大したことなかったので、治ってきたかなと思います。この赤みが消えることはあるのかっていう感じなんですけど、うーん、早くなくなってほしい。はい、アイシャドウは今年もうほんと毎日使ってる RMK ですね。これを使っていきます。アイホール全体と下まぶた全体に、この上の2色を伸ばして、二重幅と下まぶたの目尻にこの茶色。で、最後このラメを え、下まぶたと黒目の上のところにのっけていきます。今年は本当にアイシャドウはこれ以外全然使ってなくて、何個か新しいアイテムゲットしたはしたんですけど、やっぱりこの RMK のね、ものが良すぎて、こればっかり使っちゃうんですよね。そう、なので最近はメイクを変えるとしたら、なんかリップかチークをちょっと変えるぐらいで、本当にアイシャドウは、えー、これ一択っていう感じで、ずーっと同じの使ってます。 <laughs> <laughs> まあそれぐらい大好きっていうのもそうなんだけど。 新しいコスメにも出会いたいなーとかって思うので、この同じシリーズの他の色とか、ちょっと見てこようかなーって思ってまーす。そうで、ベスコスの時も紹介したんですけど、このパレットって、あの4色の中でも結構質感が違くて、あのパールが強めなものだったりとか、マットな質感だったりとか、ラメでキラッとしてたりとか。そうなので、ほんとこれだけでおしゃれな目元ができるので、ちょっと他の色も気になるなーっていう感じで、 私ルナソルのアイシャドウって使ったことがなくてでもルナソルってめちゃくちゃねラメが綺麗じゃないですかうーんなのでそれもちょっとねそろそろねちょっとゲットしたいなと思ってるので、えー、近々見に行こうかなと思ってますはいアイシャドウこんな感じですこのラメがまたあの透明とかじゃなくてちょっとコーラルっぽいラメなのでおとらしい涙袋にならずに可愛くぷくっとしてくれるのですごく気に入ってます そういえばね、今回のベストコスメで、私マスカラも紹介しようと思ってたんですけど、それをね、すっかり忘れていて、やっぱこれ紹介したいなとか思って2回ぐらい撮り直して、よし、やっと終わったと思ったら、あの、そう、マスカラ忘れてたなと思ったんですけど、さすがにもうちょっと撮り直してる時間ないなって感じだったので、はい、今紹介したいと思います。もう私の動画見てる人はいつも見てると思うんですが、はい、マスカラはもう最近はずっとこの、 マスカラをリピートしてリピートして使ってます。で、このモテマスカラ結構ね、高い頻度でリニューアルするんですけれども、これも、あの、また去年ですね。 リニューアルしたばっかりで、カールのキープ力が本当にすごいです。結構まずいや落ちてきやすいっていう人も、あの、マスカラ下地使ったりすると思うんですけど、本当にそれがいらないぐらい、めちゃくちゃキープ力あるので、そう、そのカールキープ力がすごいっていうところと、やっぱ夕方になるとパンダ目になっちゃうので、めっちゃ悩んでたんですよね。そう、落ちないマスカラないかなってすごい探してたんですけど、リニューアルされた後のこのマスカラは、 できるんですが私の場合は全くパンダ目にならずあの1日過ごせるので前はなんか夕方とかになったらこの目の下ちょっとね綿棒で取ってとかやってたんですけど今本当にあの1日通してねそういうメイク崩れがないのでやっと見つけたって感じのマスカラになってまーすで私はもうずっとあの黒をね使ってるんですが えー、結構ね、色のバリエーションもあるので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、で、眉毛に関してはですね、あんまり私はこれじゃなきゃダメっていうのがなくて、うん、くなったらこれ使ってみようかな、みたいな感じで、えー、色々使っているので、これはね、ちょっとベスコスではないんですが、最近のこのアイシャドウに合う眉毛っていうことで、このエクセルのやつ使ってます。薄い2色ですね。最近はこれしか使ってないです。眉毛ってなんだろうななんかそんなにね、最近、 ビビッとくるものがないというか、それこそ去年、一昨年ぐらいは、眉毛の細いペンシルあるじゃないですか。そう、あれとかね、すごい描きやすくてもう感動って感じだったんですが、もうあれもいろんなブランドから出ているし、パウダーもね、まあ、この色がいいかなっていうのはいくつかあったりするけど、まあ、飛び抜けてね、ここのじゃなきゃダメだっていうのがないので、そう、なのであんまり最近眉毛は、 あの、アイテムこだわって使ってないなーっていう感じです。眉毛の主張がちょっとね、弱くなってきたっていうのもあるのかな。なので、2年前ぐらいの自分の動画とか見ると、ほんと眉毛太すぎて、顔テカテカすぎて <laughs>、やっぱ流行りってすごいなって思いました。その時はもうそれがね、めっちゃ可愛いと思ってやってたから、この2年で、え私の前もちょっと主張少なめになりました。 はい。で、眉マスカラ、セルボークです。この眉マスカラも、えー、もうね、結構長いこと使っているんですが、そう、なかなかここまで薄いピンクの、そんなに多くないので、なくならないのでずっとこれ使ってます。これはこんな感じの薄いピンク色なんですが、 さっきのアイブロウパウダーとちょっと似た感じの色かなと思います。チークはシャネル使っていきます。これほんと大好きで、今年の1月の2日とかにね、発売されたんですよ。 で、まあ、そっから本当に毎日使ってるんですけど、今半年ぐらい経ってまだね、これだけしか減ってないんですね。なので、ちょっとね、値段は張って6000、7000ぐらいするんですけど、持ちが良すぎて、いつになったらなくなるんだろうっていうぐらいね、あの本当に物持ちがいいので、それもすごく気に入っているポイントです。あとはこの発色の良さ、あの、このツヤ感がね、 もう本当に好き。<laughs> ベスコスでは他にもね、あのチーク何個か紹介していて、 で、まぁ、あ、今年の流行りのチークはね、結構薄めの肌に馴染むようなナチュラルなね、色味っていうことで、結構色味が薄めのものがね、多いんですよね。なので、まぁ、あ、それもね、今年の流行りとしてはすごい可愛いなと思うんですけど、私の場合は、チークが結構薄いと顔色悪く見えちゃうので、やっぱりまぁ流行りもいいんだけど、結構血色感があった方が、えー、自分的にはしっくりくるので、うん、まぁ、あ、ベスコスのチークの中でも、私はこれが特に一押し。 はい、えー、毎日使ってます。で、リップがこちら、ヴィセの粘膜フェイクルージュの、えー、OR251 番。ヴィセのね、大人気のシリーズの、えー、これは限定色なんですが、このパステルカラーっぽい色が、今日のこの服だったり、髪の色にぴったりなので、はい、えー、これを使っていきます。 はい、これはですね、ベスコスの時にもちょっと説明したんですけど、今年オーバーリップがすごく流行ってるなと思ったんですけど、あの、ベスコスで紹介したこれと、あともう一個、このピンクのね、限定のピンクの色は、結構ね、あの元が明るめで、こんな感じで、だいぶオーバーリップしても、あんまりおかしくないというか、リップライナーを使わなくても、ちょっと明るい色で輪郭を飛ばしつつ、あの、さらにね、こうやって色を乗せてくれるので、そんな感じのオーバーリップで、 でぷっくりした唇を、えー、簡単に作れるカラーだなっていうところでこれも買ってから毎日使ってますはい、ということで、えー、メイクこんな感じになりましたうーん、いい感じ はい。結構全体的に色味が統一されてるかなと思うんですけど、うん、本当にアイシャドウ、チーク、リップ、全部今年の私の一押しカラーになってます。オレンジとピンクの間みたいなそう、まあ、コーラルっぽい雰囲気のメイクが、えー、まあ今年のね、あの、私の今の気分ではあるので、はい、全体的にそんな感じの色味になってるかなと思います。はい。で、ちょっと髪の毛整えていきます。簡単にストレートに、 え、していきまーす。この間久しぶりにヘアスタイリング動画ですね。うん、あのボブのコテとかストレートアイロンでの巻き方の動画を出したんですが、スヌーピー巻きっていうね、巻き方、あの、う3年前ぐらいに一回バーっと流行って、キャラクターのスヌーピーの耳みたいになんかここにタポンって、 あの、ボリュームができる巻き方なんですけど、まあ、それがね、3年前ぐらいに一回流行ってて、で、また、ここ最近、あの、結構ね SN、SNS とかで聞くようになったので、なんかすごく簡単な巻き方だし、ボブじゃなくても、長い人だったりとかもできる巻き方なので、この間ちょっと動画出しました。はい。あの、ま、アイロンでもできるし、コテでもできるし、まあ、両方のね、巻き方載せてるので、 はい。ちょっとスタイリング、あの、飽きた人、見てみてください。はい。ほんと、髪の毛だけの動画出したのめっちゃ久しぶりだなって思いました。うん。今ね、長さは伸ばし中なんですが、やっぱりボブって結構ね、流行り関係なく人気の髪型だと思うので、私がボブであるうちに、 え、もうちょっとね、なんかボブのアレンジだったりとか、巻、まあ、き方も、えー、出そうかなと思います。これもベスコスに入れても良かったなと思ったんですけど、これヘアオイルなんですが、あの、ヘアオイルも私いろんなのをね、やっぱり自分で試して、トラックだったりとかダミネスだったりとか、あの、まあいいって言われてるものをね、一通り試してきたんですが、えー、私の中ではね、やっぱそれを一通り使ってみて、やっぱ私の中ではこのボジコのオイルが最近では、 うんすごくいいなと思ったのでこれもちょっと入れ忘れたけどうんビスコスに入れてもいいかなって思うオイルです。 はい。で、質感としては、あの、N. とか、ダビネス、あとはトラックの3番みたいな、ちょっと重めのオイルです。で、この Y っていうのが、イランイランの香りっていうことで、あの、本当にね、アロマオイルの、えー、イランイランの香りがするので、とにかくすっごいいい香りです。70ミリってちょっとね、内容量は少なめなんですけど、 結構少量で OK なので、すごい多忙とかだとちょっとね、コスパそんなに良くないかなと思うんですが、この大きさで4200円ぐらいですかね。うん、なので、もう私ぐらいの髪の量で、だいたい毎日朝使って、2ヶ月、3ヶ月ぐらいかな。うん、えー、持つ量です。 こうやって出すオイルと違って、こうプッシュ式なので、その酸化やつとか使ってもオイルが酸化しないので、それもすごくいいポイントだなと思っていて、結構他のオイルだと匂いがね、変わっちゃったりとか、ちょっとこの酸化した油臭い感じとかあったりすると思うんですけど、もうそういうのが本当に全くないので、まあこれが私の、この1年ぐらいですね、結構おすすめなオイルになってます。特別量が多い人とかは、ちょっとね、やっぱり減るの早いかなと思うんですけど、 うんまあでもやっぱおすすめです <laughs> はいまあちょっとねチェックしてみてくださいはいいかがだったでしょうかこんな感じで今年のベスコスをギュッと詰め込んだメイクになっていますさっきも言ったように今年はですね結構コーラルっぽいような色味うーんまあオレンジなんだけどちょっとピンクよりだったりとか、まあ、ピンクなんだけどちょっとオレンジよりだったりとか そう,まあ、そういったものにねすごく私はハマっているので、うんまあ、気になったものがあればぜひチェックしてみてください今日使ったねアイテムの他にも今年出会って良かった、えー、アイテム結構いっぱい紹介してるので、はいえー、こちらもぜひ見てみてくださいまたねあのビスコスの中の別のアイテムを使ったりして、えー、メイクもしていきますのでそちらもぜひ楽しみにしていてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう บ๊ายบาย